はい、皆さんこんにちは、ラナです。で、今日の動画ですね、とても珍しい企画でございます。まだ私のチャンネルではそういうことに一回も触れたことがなくて、初めて喋ることになります。結構まあ一般的の話というよりか、かなりのプライベートの話になりますし、友達と会う時にもそういう話題あんまりしないので、ちょっとね、この皆さんにそういうことを伝えるのはすごいワクワクしています。はい、ね、皆さんご存知だと思いますが、私はお酒が大好きです。はい、でお酒が好きで、まあ毎日飲んでるわけじゃないんですけれども、3回から5、6回ぐらいな感じで飲んでます。まあね、もちろん基本的はたくさんというか、何杯も飲む場合は、週1ぐらいになるんですけど、でも普段は夜ご飯とついでにビール1杯か、ハイボール1杯っていう飲む感じが一番多いです。自分の健康の状態が気にしてるとかわけでもないし、なんか体調悪くなったとかわけでもないんですけど、結構数年間は健康診断に行ったことなかったので、今回は久しぶりに健康診断に行って、皆さんに結果を共有したいと思います。しかもね、まだ飽きてないので、私もまだこの健康診断の結果は分かりません。はい、これから皆さんと一緒にオープンして見ていきたいと思います。なんかね、ちょっと緊張します。いや、若くもないし、30代になったのにもう20代のまんまの食事の習慣だったりとか、お酒とか甘いものとか、やっぱり油濃いものとか、野菜よりかは炭水化物の感じが多いし、で今年はね、やっぱり足を怪我して全く動かなくなって、スポーツもこの半年間は全然やってないので、いろいろ不安なところがあります。はいはい、開けましたね。中身はこんな感じです。あれ？あ、出た。皆さん、とてもいいお知らせでございます。私は全ての結果が、判定がいいです。やばくないですか？全然余裕なんですが、はい、今一応皆さん分かるようにこんな感じでございます。自分はね、結構太ってる方なので、 BMI 指数っていうところもあるんですけど、あれはね、筋肉と体重と身長と脂肪全てを合わせた数字で、基準はこれぐらい以上になると、太ってますとかみたいな感じの数字になるんですけど、今のところはね、基準は 18.5 から 24.9 までなんですけど、それ以下だったら痩せすぎるし、それより上だったら太りすぎっていう形になるんですけど、で私の場合はね、24.6 です。はい、一応ギリギリセーフ、あと 0.3 ぐらい増えたらちょっとアウトになるんですけど、今のところはまだセーフです。ただしこの運動不足で、ちょっといろいろ不安なんで、BMI に関しては今年ちょっと気をつけていきたいと思います。体脂肪率がちょっと高いです。っていうか私の身長はね、普通に167だと思ったんですけど、一応164.7だそうです。
知人だと思わないんですけど、多分あんまりストレッチとかしてなくて骨が伸びてない状況になっちゃいました。視力は、視力は良くね？まあ一応裸眼なんですけど、まあね、あの眼鏡もつけてないしコンタクトレンズも使ってなくて、まあ基本的は視力が悪いっていう考えたこともないんですけど、今のところはね両目が 1.5 ずつです。聴力検査は A です。血圧も A です。血圧が低い人なので、もう本当に朝起きる途端にもうゾンビみたいな感じでコーヒー飲むまでにかなりやばい状況になってるんですけど、まあまあまあコーヒー飲めばなんとか血圧が良くなってあの普通に生活しています。血糖の方なんですが、基準は99までになってるんですけど、自分の場合は87。判定に関しては A になってるんですが、自分なりに高いと思うので砂糖も気をつけた方が良さそうですね。クレアチニン基準は1までなんですけど、自分は 0.75。 はい、これも A で OK です。 EJFR、 まあよくわからないものですが、これは60からっていう書かれてあって、自分は 73.3。 はい、これも問題なく OK です。はい、来ました、コレステロール。 HDL コレステロールは90、LDL コレステロールは125で、中性脂肪は基準に関しては30から149までになってるんですけれども、自分なりに35です。中性脂肪は思ったよりめちゃくちゃ低いです。なんか数字間違えてるんじゃないかっていう普通に思う。いや結構あれ、いやまあ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 、まあ、中性脂肪が低いのは一番嬉しいですけど、この食生活続けてよくねこんな低い数字で保ってるなって思いました。肝臓に関するものなんですけど、 AST GOT っていうやつなんですけど、基準は0から30の間なんですけど、自分は19。まあいいんじゃない。 ART GPT これも30までなんですけど、自分は13。あとなんかギリシャ文字がついててちょっと読めないんですけど、 JTP から50までで、自分は14。これも全然いいですね。血球検査、ヘマトリット39.6。基本的はね、それは 35.5 から 43.9 まで、だからまあまあまあちょうどいい感じで。ヘモグロビンは、あー低いね、低いというか一応基準以内なんですけど、まあまあまあ、なんか子供の頃はすごい基本的は数字が高かったんですけど、今回は採点ゲームは 12.1 なんですけど、自分は 12.9。 まあ悪くはないけど、気をつけるようであれば気をつけた方がいいかな。いやー皆さんめっちゃくちゃ意外ですね。あの自分はね、まあ別に体調悪くないし特にいいでしょっていう普通にずっと考えて来てたんですけど、本当に良かったっていう、まあ、まあ今ね、もう今、まあ今じゃないのかもしれないですけど、そう、この間32歳になって、32歳超えてからさすがにね、食事だったりとかお酒とか砂糖とかね、あの体重とかももちろんそうなんですけど、あとまあ体作り、あの筋肉とかさね、まあいろいろもう本当に気をつけないといけない年になってきたし、これからいろいろ気をつけていきたいと思いますが、いやでもこの結果は本当に驚きです。体調がまあ普通だし悪くもないし、それに気になったこともないんですけど、それにしてもまあある程度ね、全部は判定 B ぐらいだと思ったんですけど、もうこの全てが A しかないっていうのは素晴らしいの驚きでございます。コメントの方でこんなにお酒たくさん飲んで大丈夫なのか、もう本当に体調気をつけてくださいとか、お酒飲みすぎないでくださいとかっていうたくさんのコメントがいただいてるなんですけど、いや皆さん本当に私の体のことずっと心配してくれたりとか、コメント書いてくれたりとかありがとうございます。今のところは心配することがないんですけれども、30代になったのでちょっといろいろ少しずつ気をつけていきたいと思います。はい、
健康診断が判定、えい、おめでとうございますみたいな感じで、飲みに行こうかなと思ったんですけど、せっかくだから今日ぐらいで休館日しておこうかなと思います。はい、じゃあ皆さん最後まで見てくれてありがとうございます。じゃあねー。